2018年11月、運命的な出会いを果たしたコウヘイとテリーは、初心者がチャンピオンを目指す、ビギナーコウヘイとチャンプテリーのヨーヨーチャレンジをスタート。昔ヨーヨーをやったことがあるというコウヘイは、わずか4ヶ月後に控えた東日本地区大会の規定トリックベーシック部門優勝という結構高い目標を掲げつつ、その力コウヘイのヨーヨー生活が始まった。現在のヨーヨーの進化したポイントや、自分に合ったヨーヨーの選び方、そして上達に欠かせない基礎を習うコウヘイは、周りを驚かせるスピードでぐんぐん上達していく。そうして意気揚々と公開収録に臨む12月下旬、10個目の基礎技、日本ヨーヨー連盟トリック検定セット1の最後のトリック、インサイド、ループ、ループ、ザ、ループの検定でまさかの失敗。2018年は悔しい締めくくりとなってしまう。しかし、そこからおよそ1ヶ月後の1月24日、ついにコウヘイは苦手を克服。さらにセット1よりも難しいセット2もストレートでクリア。努力の成果を見せつけた。2月から3月は生放送、リワインド渋谷 TV での正検定に挑み、基礎の締めくくりとなるセット3までクリア。ちなみにこの生放送で挨拶、ファイヤーが鉄板になる。配信チームからもファンからも期待が最高潮となる中、東日本地区大会に万全の体制で挑む。そして3月24日、いよいよ全日本ヨーヨー選手権、東日本地区大会、イーストジャパンヨーヨーコンテスト、通称エジ本番当日、決められたトリックを順番にこなす規定トリックベーシック部門で優勝を狙うコウヘイ。まずはルーピングトリック。順調に進んでいき、かつて牙を向いたインサイド、ループも見事クリア。これならオールクリアも夢じゃない、と思ったのもつかの間、次のアウトサイド、ループでまさかのキャッチ失敗。思わぬミスを招いてしまったコウヘイだが、気落ちする暇もなくストリングトリックへ。得意であるストリングトリックは、なんと10個中9個まで一気にノーミスで駆け抜ける。最後の難関ブレイン、ツイスター2でマウントミスをしてしまうも、結果は合計17ポイントで準優勝に輝く、目標には届かなかったものの大健闘だったコウヘイは、次のステージ、フリースタイル、に向けて舵を切る。2019年4月、ビギナーを卒業したコウヘイとチャンプテリーによる、大会挑戦期、コウヘイとチャンプテリーのヨーヨーチャレンジ、セカンドシーズンがスタート。日本ヨーヨー連盟トリック検定セット4から始まる、全く新しいヨーヨーのスタイルと対峙したコウヘイは、戸惑いながらも、複雑なストリングトリックから、初めての両手でのヨーヨー、ダブル、アラウンド、そしてヨーヨートリックの王様、ダブル、ループ、を2ヶ月かけて見事クリア。2019年6月23日は全国大会、全日本ヨーヨー選手権大会のゲストとしてニコニコ生放送にも登場。観客代表として大舞台を見つめたコウヘイは、ヨーヨーの奥深さを肌で感じ、ますますヨーヨーにのめり込んでいくのであった。次回、大会挑戦期、コウヘイとチャンプテリーのヨーヨーチャレンジ、セカンドシーズン。第11回。悶絶、3A はごちゃごちゃパラダイス。みんなも一緒に、こんにちファイヤー。